宗派や指示は京都市東山区にある天台宗の寺院。三号は霊宗さ山。陰号は北家三枚無料寺院。次号は正しくはさら宗寺林寺という。本尊は薬師如来。この寺は805年、桓武天皇の直眼により、最長が創建したのが始まりと伝えられる。最長が唐から基調後、宮中において天下太平。 国体安能、万民快楽の大義堂を捧ぐおさむされたのが我が国初の御間ともです。そして将来された天台密教行書500巻及び御間の器具を官務天皇に献上されました。天皇は左大使を終わり連定官に御琴乗りして、この地にガランを創立し、経典などを置き、日本初の御間祈祷道場としました。あたかもこの土地が、 風大師立ての東洋軍、カラス県のサラ総樹林寺によく似ていることから、正式名称領主山更総樹、林寺北家山前無料小とぶ木院と言います。その後、この寺には、平安時代後期の武士で、後白河天皇に仕えた平安より、平安時代後期の歌人、西洋、南北朝時代の歌人富屋などが陰性している。 1384年国阿が入寺して再興し、自習の道場が置かれ、自習12杯の国阿派の本寺とされたが、その後衰退した。江戸時代に入り、高台寺や大谷祖廟の造営にあたって、寺地を建上し、規模が縮小された。明治初年に再び、天台宗の寺院に復帰したが、円山公園が造成のために上地し、 本堂と飛び地境内にある災行案のみとなった。ありがとうございます。